い、皆さん今回も見てくださってありがとうございます。ダイヤチャンネル保護猫ダイヤです。はい、今回はダイヤくんのこの愛らしい姿から、スタートです。前回ね、モンドくんがお家に来た頃の懐かしい、映像をお送りしたんですけど、ほとんどがね、私のね、育児ノイローゼをぶちまけたね、なんか愚痴大会みたいな動画になっちゃってすみませんでした。今日はね、後の方で、今まで出せなかった、バトル動画を流します。アーマンドおじっこ行ったの、偉いね。気持ち的にね、どうしても、アップできなかった、動画なんですけど、前回ね、もうノイローゼだったんだっていうことをね、ぶちまけてしまったので、やっぱり、それの元凶というか、どういう感じだったのかっていうのを皆さんにね、お見せしようかなっていうふうに思いました。モンド、ほら、モンドいで、モンド、モンド、ここからモンド君のね、ミルクシーンなんですけど、はい、やっぱりね、またね、ダイヤ君にね、横取りされちゃうんですよね。モンドのミルクあげるよ。本当にね、ダメな私っていう風に見てるとね、本当反省です。先住猫優先っていうね、そこだけを固くなにしっかり守ってるって感じで、心の中は葛藤して動揺してどうしようもない状態なんですけど、ダイヤ君今モンド君を手で払いのけましたよね。もうあとね、もう一つ心配してたのが、モンド君ってもしかして目が見えてなかったりしてなんてね、思ってたんです。表情もね、なんとなくこう目の焦点が合ってないような感じもするし、行動もね、なんとなくそんな感じがしてたんですよね。絡み合ってない。そう聞いてから見てもらうと、なんとなくあっていうふうに思う人もいるかな。もちろんこの後モンド君には新しくまたミルクをあげました。さて問題の映像です。もうこんなに長く撮ったことないっていうぐらい頑張ったんですけども、これはですね、猫に詳しい方にご相談するために、なるべく長くやめるまでね、我慢してみてっていうふうに言われて撮ってみました。こんなにね、ほんと直視できなくって、もう一瞬でいつもね引き離してたので、私にとってのね、地獄の時間っていう感じだったかな。モンド君にとってはもっとそうだったかもしれない。もうかわいそう。やっぱりね、慣れてる人が見ると全然じゃれてるだけとかね、思ったり、かわいいっていう風に思ったりするみたいで、私的にはもうね、ダイヤ君が一方的にモンちゃんをいじめてて、でモンド君は一生懸命それに、まあ、頑張って耐えてるっていうか、そんな風に見えてたんです。やっぱりね、言葉で言ってもどんな感じなのかが分かんないから、映像に撮ってね、それで見てもらうっていうことで、ちょっと心細いから見守り隊さんにもね、いてもらって、動画を撮りました。はい、で結果ね、お見せしたところ、やっぱりちょっと引き離すようにっていう風に言われたんで、そこからはね、またね、やっぱり、先住猫優先ということで、ダイヤ君はお部屋を自由に、でモンド君はちっちゃいケージにっていう、生活がね、少し続きました。だけどね、本当にモンド君がかわいそうでね、
だからもうできるだけもう隙を見ては門戸くんを可愛がるようにしてはいたんですね。やっぱりね、あの本当人それぞれなので、あの猫ちゃんなんかね、まあ流血してなければ大丈夫みたいなね、そんな風に言ってくださる人もいたし、うん、でも私自身がねもうねダメなので、もうね本当にあのモンド君にはかわいそうだけど、ケージにね入ってもらうことにしたんですね。それにしても長いですね、これノーカットで、あの最初から最後まで、撮ったやつそのまま載せちゃったんですけども、そう、あの私はね今までもうやっぱり始まったらすぐパッてやめさせてたから、そうじゃなくて、あの絶対終わるからそれまであの頑張って我慢してって言われてたのでずっと撮ってたんですね。いやちょっと今でもなんか振り返りながらこのトークを入れてるんだけど、それもちょっと見るに耐えなくなってきたので少しやっぱり短くしようかなと思います。あ、そうそう、さっき言いましたその目が見えてないんじゃないかとかねいうのは、あの本当に私の取り越し苦労で、あの全然今はしっかりと見ています。はい、ご飯的なものがねちょっとでも目に入ったらもう一目散に走ってきてにゃーって泣いてね、あの私にせがむので完全にバッチリと見えています。こうやってダイヤ君の目を盗んで時々お部屋を自由に歩かせてあげたりしてました。私のねお家がね、広めなんだけどワンルームなんですよね。だから部屋を分けるとかもできなくて、もうほんと悶々としちゃってましたね。でもねこうやって結局お互い近くで眠るっていうね、こういうのを見るとね全部私の取り越し苦労なのかしらなんて思ったりもしました。タイヤ君はね本当にモンド君のそばから離れないって感じです。見守り隊さんに慰められてるところかな。タイヤもちょっとおかっぱ風なんだね。そう、モンド君はもうめちゃくちゃ可愛いおかっぱ頭なんでね、ダイヤ君もちょっとなんか遠目で見るとそんな感じですよね。はい、今日も見てもらってありがとうございました。なんとなく、ドキュメント的な感じになってしまいまして、あまり楽しめなかったかなと思いますけど、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。また来て、今夜12時。